トマーシュ・コーベクは、チェコ・フラデツ・クラーロベー州フラデツ・クラーロベー出身のプロサッカー選手。チェコ代表、FC ・アウクスブルク所属。ポジションは、ゴールキーパー。地元クラブの FC ・フラデツ・クラーロベーでプレーを始め、2011年4月の FK 村ダー・ボレスラフ戦で、プロデビュー。2015年7月、AC ・スパルタ・プラハに移籍し4年間契約を結んだ。 一席初年度は FC スロバガンリベルツにレンタルに出された。2017年8月、フランスリーグ1のスタッドレンヌに移籍し、4年間契約にサインした。レンヌとしてはペトルチェフ以来のチェコ人ゴールキーパーとなった。ユース年代では U-18 から U-21 の代表歴がある。2015年には地元開催の UEFAU-21。 欧州選手権に参加し、グループステージの全3試合に出場した。2015年10月、UEFA ユーロ2016予選、オランダ代表戦で A 代表初招集。2016年3月、プラハで開催されたスコットランド代表とのフレンドリーマッチでデビューした。UEFA ユーロ2016ではメンバー入りしたものの、 ペトルジェフトとトマーシュバツリークの控えであったため、試合には出場しなかった。ありがとうございます。